こんにちは。オルテラインのデザイナーをしています山田です。今日は初めての試みなんですが、インスタグラムを通じて、皆様からいただいたご質問にお答えするのと、今期の水沢ダウンについて、ご説明をしたいと思います。よろしくお願いします。ではまず、水沢ダウンについて簡単に、ご説明をしたいと思います。水沢ダウンは、デサントの自社工場である、岩手県にありますデサントアパレル水沢工場で作られているダウンです。水沢ダウンの、最大の特徴は防水性にあります。これまでのダウンジャケットの弱点である雨や雪、水に弱いという欠点を克服したのがこの水沢ダウンです。水沢ダウンのお話をする前に、ダウンジャケットがなぜ暖かいかというのを皆さんお考えになったことあるでしょうか。こちらにダウンの拡大、顕微鏡で拡大した写真を載せているんですけども、細かく見ますと、この羽毛の先に細かい小さな産毛が出ているのがわかるかなと思います。これを羽の枝と書いて羽と呼ぶんですが、この羽の隙間隙間に空気がたまります。これが、いわゆるデッドエアと言われて空気層になるんですが、空気は熱伝導率が低くなるために、それが保温性を生む秘密になっているんです。次に、一つの実験の画像をお見せしたいと思います。この画像は、メスシリンダーの中に同じ量の羽毛を入れまして、そこに水を数滴垂らした、そんな写真になります。同じ量の羽毛がそれぞれのメスシリンダーに入っているんですけども、向かって一番右の画像、10ミリリットルの水が入るだけで、この羽毛のかさ高っていうのが非常に小さくなってるっていうのが見ていただけると思います。これは羽毛が水を含むことによって、先ほどお話しした空気層がなくなって、保温性がなくなる、ロフトと呼ばれるその回復率っていうのもなくなっているというような画像になります。つまり、羽毛にとって水を含むということは一番の弱点になるということなんですね。次に、もう一つ画像をお見せしたいと思います。通常のダウンジャケットと水沢ダウンをサーモグラフィーで撮影した画像になります。向かって右側が従来のダウンジャケット、そして左側が水沢ダウンです。見ていただけると、従来品のダウンに関してはこのキルティングと呼ばれる、通常ステッチが入る部分ですが、この部分が赤くなっているのがお分かりいただけると思います。つまりこの赤い部分からは衣服内の暖かい空気が外に出ているということを示しています。一方で水沢ダウンに関してはこのキルティングの部分を、熱接着という特殊な加工を行うことによって、生地にミシン目、生地に穴を開けないことによってですね、そこから衣服内の暖かい空気が外に出るということを防いでいるというものになります。そして衣服内の暖かい空気が外に出ないということに加えて、羽毛の抜けですね、通常であればダウンジャケットどうしても縫い目の部分からですとかキルティングの部分から羽毛が抜け落ちるということがあると思うんですが、水沢ダウンの場合はその部分を熱接着ですることによって羽毛も外に逃げにくい構造になっています。ここまでが、水沢ダウンの、特徴のお話になります。こういった特殊な構造をすることによって、保温性も高めて、雨や雪などの水に弱いという、これまでのダウンジャケットの弱点を補うことができました。それでは次に、今期のモデルについて紹介していきたいと思います。